ショータイム二等編の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、こちらカーシー博士のセルフヘルプ術、はい、もう何度もやりますけども、Please understand me と、はい、自分自身を理解すると、いろいろ役に立つ、はい、楽になったり、自分のこなんでこんなことを毎回してるんだろう、あ、俺ってこうだからだ、なんてのが分かるといいですよねっていうところで、今日は ENTP、はい、外向直感思考、認知の人、なので NT タイプですね。 NT タイプ、はい、はい、プロメテウスです、はい、おめでとう。あ、ですね、別の動画を見ていただければ、はい、はい、プロメテウス、地の神ですと。地の神、はい、この ENTP 型は大胆不敵なチャレンジャーとあります、明るく器用な性格、ENTP 型は人や物事に対して創意工夫の才能を発揮したいと願っている。100人中およそ5人しかいないが、明るく直感力もあるこのタイプは社会的な人間関係にも、あるいは発明や機械の分野にも想像力豊かに対処できる、これから起こるかもしれないことに対しても注意を払い、可能性に対して目を開いている、なんかここまで読むだけで、なんかこの思考をできて直感がひらめき、外向タイプって無敵じゃないですか、すごい得な感じがしますよ、ね、ちってごめんなさい、これ僕の悪い癖、すいません。活気にあふれ新しいことが好き、ENTP 型は分析、特に機能の分析が得意であり、複雑なことに対しても辛抱強く、またそれを楽しむコツも心得ている。何事にも熱心に興味を示すので、周りの人間も影響され、周りもつい熱心になってしまう。またどんなことにも楽しみを見出すため、このタイプを喜ばせるのも簡単だ、NF 直感で感情型の片割れである ENFP 外向直感感情認知型と同じように活気にあふれた気質をしている。しかしいつもやってきたからというだけの理由で、物事を行うことを特に嫌がる。常により良い方法を探し、新しい活動やシステムを見つけようとする性格だ、まあ、NT ですからね、はい、自分の価値観で新風を吹き込む。このタイプは自分の価値観に自信があり、世間的な標準や慣習、権威主義的なものには負けないしなやかな資質を持っている、このオープンな態度のおかげで職場や生活に新風を吹き込み、リフレッシュさせることができる。また人間関係でも、機械工学的なことでも、実際的なことをうまく判断する能力があるので、目的と手段を良い方向へ導くのが得意である。大胆不敵なんて書かれています、同じ NTP 気質でも、内向的な INTP 型は設計すること自体を目的とすることに対して、外向的な ENTP は設計は手段に過ぎないと考えている。 ENTP 型の真の目的は発明されたものがうまく活用されることにある、実際にアイデアから行動と産物が生まれることに価値があるのだ、今プロセス、設計することよりも、あとどんなものができたかっていうところなんですかね、で、それは無理だっていうことがあると、ENTP 型は自分にはできると挑戦意欲がそそられる、しかし INTJ、内向直感思考判断型のような山をも動かすタイプではない、ENTP 型はその場で何かを即興的にするのが得意であり、ある状況をさらに良い状況まで高めることができる能力を持っている、表面的には大胆不敵な点で ESTP、 SP ですね、外向感覚思考認知型に似ているが、ENTP 型が
自分の能力とそこから実際にもたらされるパワーを重点に考えるのに対して ESTP 型は、大胆不敵な行動をする際に得られる解放感を重点に考えるという大きな違いがあると書かれています。先を読む起業家、この ENTP 型は会話が上手、討論も得意で、たとえ相手が親しい同僚や親友だったとしても なんとか任そうとしてディベートの戦略をわざと展開することもある。羨ましい。てかやらしい。羨ましい。その能力が僕にはないって思ってる。はいはい、僕もないと思ってるなので、はい、その能力欲しい。そうですね、うん、で人よりも一歩優位に立ち、その関係を維持できる、なるほど。で適応力と斬新さを持ち合わせているので、人の立場の変化にも迅速に対応でき、相手の何歩先も読んでしまうこともある、意欲的で新種の気象にも富み、起業家に向いている、まあ、なんかエニアグラムで言うと、タイプ7タイプ3のような、その、まあでもまあそうか、73、73、あたりじゃないですか。はい、5割の3とか、まあ8とか、でも8はもっと感情的な感じがします。ああなるほど、勢いだけみたいな。ああ、もういや、パワーパワーですね。パワー、はい。で前もって注意深く細かい計画を立てるより、その場にあるものをうまく利用し問題を工夫して解決する、大雑把な図面があればその場の状況に臨機応変に対応できると自負しているのだ、だが創意工夫と臨機応変な能力に頼りすぎると時として非常に大事な準備を怠ることもある、即興の才能がうまく働かない状況が続くと、入念な準備をする代わりにそのような状況を避ける方法を作り出す。でこのタイプは単調な仕事が嫌い、ENTP 型は退屈な作業でなければさまざまな職業で成功する、だが退屈になると落ち着きがなくなる、あるプロジェクトにもうチャレンジする必要がなくなるとたちまち興味を失い、同僚たちが迷惑するのもよそに、その後のフォローも一切しない。やっぱ7じゃないですか。なるほど。で人よりいつも一歩先へ、ENTP 型はあまり順応するタイプではない、組織や規則の抜け道を探すのが好きで、組織内の駆け引きも楽しむ、また組織内の政治も心得ており、非難するよりも人を理解することを目標にして現実に対処することがうまい、斬新な企画を導入することにも長けており、退屈な手順がない限りそれらを管理することも上手、傑出した教師になることもあり、学生がワクワクしながら学べるような新しい参加型の方法を常に考案するようなタイプである。従業員としては人より一歩先んじたいという願望のために体制に反抗的になる、長いものに巻かれたり他人に操られたりすると自尊心を傷つけられる。しかしこのタイプは、人間関係や組織の中でこれをうまく操れる天性のエンジニアと言えるだろうと。ユーモラスで楽天的なものの見方は周りにも感染して人をこのタイプと一緒にすることを楽しく感じる、なんかちょっと羨ましくなってきましたね。羨ましい、はい、でトム・ソーヤ的才能、家庭での ENTP 型は活気に満ちた生活空間を作る、人といるのが好きで陽気でよく笑い、ユーモアのセンスも備えている。日常生活のお決まりの手順はあまり好きではないので、なるべく周りの人間にそれをやらせようとする。トム・ソーヤがポリーおばさんの塀にペンキを塗ろうとしてこの才能を発揮させたのと同じである。要はそのすごい楽しそうにやって、そうするとみんな周りが何楽しそうなことやってんの、僕にもやらせてよ、ダメだよこれ楽しいからやらせないよ、いいからやらせてよ、しょうがないな、じゃあやらせてあげる、って言ってペンキ塗りをやらない、そういうのが多分人を
操るのが得意。自分が退屈だったことを人にやらせる、うんうん、で多分そういうのを考えるのが好きなんだと思う、はい、これはみんながどうやったらやってくれるんだろうみたいなことをこう考えて、で、はい、話も得意だから、はい、上手に話をして、はい、巻き込んでやらせちゃうみたいな。いいなあ。でこの ENTP 型と一緒に暮らすことは、うん、向こう見ずな冒険になることもある、うん、家族を物理的経済的な危険にさらすことさえあるから、うん、このタイプはこうした危険をかわすのに必要な知識がないことに気づかないまま、うん、その場限り即興的に生きる傾向がある、うんうん、でチャレンジ精神が旺盛、うん、もしこの ENTP 型があまり競争心のないパートナーと一緒になると、このパートナーは常にどちらか優勢か劣勢かをやり合う ENTP 型との暮らしに疲れてしまうかもしれない、うん、反対に競争心あふれるパートナーであれば、このカップルは衝突ばかりしてしまうだろう、うん、せっかく経済的に安定している時もこの ENTP 型は時として仕事で何かに挑戦しようとするあまり、うん、自らを窮地に陥れ、うん、しかもその結果には無頓着に振る舞うことがある、うん、ちょっと困っちゃいましたね。で例えば自分の上司に対して必要のない挑戦状をつけつけたり、うん、上司がこの挑戦を快く思わなかった場合も、うん、危険を承知で進んで出たとこ勝負に出たりする、うんうんうん、でまたおまけにそれを成功させてしまうことが多い、うんうん、だからまあ結局敵も作ってしまうけど、うんうん、またそれをうまく操ったり、うん、できるといいんですけどね、うん、はい。で多彩な趣味と友達の輪、この ENTP 型は多彩な趣味を持ち意外な分野で達人になることもあるが、自分の趣味をパートナーや子供と分かち合うことはあまりしない、うん、子供には一貫した注意を注がず愛情過多や愛情不足になったりする。またこのタイプは活気のある友達の輪を持っており、友人の考え方や行動に関心を寄せる、いつも気楽な態度で接し、友人に対しては批判的になったり否定的になったりすることは滅多にない、うん、友人に関係における欠点といっても、まあ、せいぜい、まあ、気まぐれなところが、まあ、友人になった時に、うん、そこだけが難点、うん、あとはそのわーって楽しいっていう時もあれば、うん、簡単に意気消沈もする、うん、ああダメだ、うん、まあ、こういう波が激しいなんてことが指摘されています、うん、この ENTP 型、うん、NT 気質ですね、 NT 気質、はい、地を愛する、はい、未来を見てる、うん、っていうタイプでございます、はい、まあ、この辺を自分が分かると、うん、まあ、何回も言ってますけども、うん、その特に努力しなくても成功するなんていうのは、うん、まあ、自分が努力だと思っていない。なんかあ、そう、はい、うん、だから多分話が上手みたいなのも、はい、話が好きだから上手みたいなところじゃないですか、はいはい、よくなんかその努力、うん、一郎さんの名言で、うん、その一郎さんに努力は報われると思いますか、うん、って一郎さんに聞きました、うん、そうしたところ一郎さんは、うん、努力と思っている時点で、うん、それはどうかな、うんうん、なるほどですよね、うん、その努力って自分が思ってるのは多分、うん、もしかしたら向いてないかもしれない、うん、でもその、まあ、言葉の定義だから難しいですよ、ね、なるほど、うん、その何を努力とするか、はいはい、だから一郎さんがやってきたことを、はい、じゃあ努力じゃなくて何と呼ぶか、はいはいはい、そうですね、一郎さんがそれを何と定義してるかですね。 でそれを努力っていう人もいるじゃないですか、定義、言葉でね、同じ一郎さんみたいな成功したタイプの人でも、はいはい、そんなこんだけ努力したからだよって、はいはいはい、努力っていう人もいるじゃないですか。なるほど、さすが難しいですよね、さすがアポロンあ、ごめんなさい、これはまた別の動画を見ていただければ、はい、はい、うん、っていうところで、はい、今日は ENTP 型を紹介しましたと、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。